党役員そして内閣の顔ぶれが徐々に明らかになってきています岸田新総裁の狙いはどこにあるのかここからは政治部与党キャップ川田美容記者に聞いていきますよろしくお願いしますまず注目なのは今日新たに分かりました右側がこれ党役員人事左側赤い方が内閣ですが党役員人事麻生太郎氏副総裁にということになります、えー、ご存知の通り麻生さんは今財務大臣ですから今度は党の方に移って副総裁と これは川田さん、早速どう捉えればいいでしょうか？うですね、まあ、麻生さん9年間、財務大臣と副総理を務めてきましたので、そのポジションから下ろしたっていうのは一つ意味があるんです。ただ、用意したポジション副総裁っていうのは、今度は党に強く影響を及ぼす。そういったポジションでもありますので、まあ、最大限配慮したポジションに移動したっていうようなことなんだと思います。で、副総裁っていうのはそもそも明確な役割っていうのはなくて、まあ、人事を握るとかお金を握るというような。そういう実務。的な なことはおそらくないんだろうとは思うんですけれどもそうは言っても岸田さん総理を誕生させた後ろ盾として、まあ、麻生さんというのは深く関係してきましたので今後、党に移れば、まあ、それなりの存在感を発揮するようなそうういいったポジションになるんだろうと思いますそして麻生さん、財務大臣じゃなくなりますのでじゃあ財務大臣に誰がということになりますが麻生さんが会長の麻生派の鈴木俊一さんがなられると。 これはどううでしょうかそうです、ねまあ、実は昨日あの岸田さんは麻生さんと会談していたんですねで、その中でおそらくこのいった人事も話してたんだと思うんですで鈴木さんというのは麻生さんの義理の弟にあたり、まあ、親族ですので親しい関係にあります。 で実際、鈴木さんもこの財務大臣というポストを岸田さんから聞いたわけではなくて今朝になって麻生さんから直接聞いていて、まあ、そこで引き継ぎのような簡単なものは行われていたといいますので、まあ、この人事に関しても麻生さんの何らかのこう意向といったものも反映されているのかなというふうに感じます、はいえー、ここまで麻生さん。 そして幹事長にすでにお名前が出てきました、えー、固まったという、えー、甘利さん、えー、さらには官房長官にお名前が挙がっている松野さんそしてこちらにも行きますけれども、えー、同じく、えー、細田派、福田さん、高木さんとこの細田派は安倍さんのお派閥ですけれどもと言いますと麻生さん、あまりさん、安倍さんといわゆるこの A 3つで 3A というこの影響力もというところも見えてきますがこの辺りはいわゆる 3A というものに配慮したんだろうというふうに見られますし、まあ、特に甘利さんの親しい人と言われる人たちもたくさん入ってきていて、まあ、そこは今後 3A に牛耳られたというふうにこう見られないような党運営といいますかそういったものをどれだけこう岸田さんが力を発揮していくかというのは一つの焦点になってくるんだと思います。 岸田新総裁誕生に大変各派閥からの協力があった後押しがあったということの結果だという1つの見方ができるわけですけれども一方で岸田新総裁の岸田派の議員がこれまでのところこちら見ますとお一人もいないとこれはどんなふうに捉えればいいんでしょうか。 そうですね、まあ、岸田陣営からは、まあ、今回、自分たちがいろいろ入閣できなくても党、まあ、役員になれなくても仕方ないというような声が出てますね。というのもまだ政権発足当,時当初なのでまずは基盤を固めることが大事でそのためにも自分を押し上げてくれた人たちっていうのを大事にした人事をした方がいいという,ふうに捉えてるんですね。 で政権というのは、まあ、選挙を経て勝てば勝つほど求心力というのは高まっていくので来月に控えている衆議院選挙ですとかその来年の参議院選挙そこで勝っていけばもう少し自分たちの思い通りの人事もできるようになるんじゃないかと、まあ、そこの先を見据えているという,ふうな感じですそして、えー、河野さんが広報本部長ということで発信力があるから広報本部長というのはもしかしたら短絡的かも分かりませんが。 非常にメッセージ性の強い人事だと私なんかは感じたんですけどもこれはどんなふうに岸田さんもその自分のメッセージ性で足りない部分を河野さんと補って一緒に選挙を戦っていくんだというふうに人事の起用についてお話ししているんですけれども、まあ河野さんを押し上げていた人たちからすると、まあ、抜擢ではなくて降格人事だと、まあ、こんなのではなんで受けてしまったんだというような批判も出ているような。まあこううん 表だってこう今後選挙が終わった後も何か役目が続く人事かというとそうではないというところで不満も出てるというようなところですね。その岸田さんからのいわばメッセージでもある人事という。そうですね。川田さんに聞きました。はい、ありがとうございました。ジェイちゃん。10月から新たに生まれ変わるスーパージェイチャンネル。私たちはお伝えします。